見たことねえ面だが死神か。私は残白刀だ。お前が残白刀だと。どこへ行く黒崎一門。てめえ一体、てめえが今回の黒幕か。ルキアの残白刀を元に戻す方法を。残白刀とは何の魂の中に秘められた残白刀の力を見つけ、名を知ることでその中から選ばれた少数の死神は挽回に至る。貴様や他の隊長格の残白刀の生き方ではない。ここにも自らの意志というものがある。死神とはその存在において、私は残白刀の意志を理解する。残白刀たちがてめえに答える。残白刀の意志だから。袖の白雪を自分より下だと思ったことなどない。我が呼びかけに答えた。君の役目はもう終わったのだ。現世に逃れたと思っているのかい。貴様にもこちらに来てもらう必要がある。ようこそ我が世界。場所を変えるぜ。好きにすればいい。鉄が転生。どこだ。刀を収める。なんだ、何しやがった。我が声を聞け。心を解き放て。引けば老いるぞ。臆せば死ぬぞ。残月。残月、なんであんたが。一心同体じゃなかったのかよ。だがもう終わりだ。おっさん、本気なのか。月末天照。なんだ貴様。奴の中に住むもう一つの魂、月の。くずく面白いやつだな。もうごちゃごちゃ喋んな、しまいだ。残月のおっさん、あんたを取り戻すために俺は戦う。知りたいのだ、真に強いのはどちらか。喜んでお前と刃を交えよう。今だけは俺の力を貸してやる。挽回。別の天使。やめ。なんつう威力だ。こんな力を使ってたのかよ。挽回。限り挽回はできぬ。月が天照。おっさんをなんとかできんのか。月が天照。俺とどっちが強いのか試したいって言ったよな。あんたは俺から離れたいってことじゃねえだろ。私はお前を強くした。刃にお前が倒れてもそれは私も本も。わかったぜ。やっぱ俺の全てをあんたにぶつけて。お前の全てで向かってこい。俺を使いこなすのは難しいぜ。
すべてを私にぶつけてみろ。てめえの扱い方が終わりにしよう。一月の天使を鉄が戦争、宿主が消滅しちまっちゃ意味ねえしな。次はてめえを切る番だ、村正。己の残白刀を切ることにためらいはなかったのか。ねえな、残月のおっさんも俺の一部だ。俺の力を受け止めてくれる。おっさんに背を向けることなんてできねえ。そうか。お前、面白い。どうやらお前とのザレ言が長すぎたよ。よく覚えておこう。おっさん、無事か。奴の洗脳から逃れた。奴は残白刀の本能を呼び覚まし、今度ばかりはお前に救われたが。